じゃあ次のグリップお願いします。おい、井口、お前俺とやろうぜ。やれ。足折っちゃったけど大丈夫ですか？椅子の顔面踏んづけられたんで俺足折りましたけど大丈夫です。あれ今自分の足折られた？いやポキッとはなったけど、まあいいや続行するんだ俺話してやったらてめえ殴り合うと思う。後で病院行けよ。大丈夫です。気泡かなり痛いらしいな。なあ、先輩が教えてあるわ。スワグ1はな、入り口からな、遠い偉い人がな、遠いとこに座んねん。分かったか。まあええわ。お前、溝口さんお世話になったらしいな。なあ、おい、目さえ見んか。おい。俺にやりに来てんやろ。誰やねん、これ関係ないやろ。お前のお世話になったおかてだからないの。いやだからこんなん出れると思ってるの。え甘いなお前。お前教えたるわな。お前起業家なりたいやろ。起業家は決断力や。今すぐ決めることが大事ない。すぐ決めることが大事ない。じゃあもう本当に来いや。え来いや。何がやねん。喧嘩しに来いや。おいこらそうだ。いやまたやばい。今すぐ決めろ。おいお前今すぐ決めろ。俺が一番おもろいやろかい。なあ経営者はなりたいやったら今すぐ決めることやな。決められへんのかいガキや。来いよ教えたるぞ。お前みたいにこれパチモンちゃうねん。お前それシルバーやろかな。あホワイトゴールドちゃうかい。こっちイエローゴールドとダイヤモンドだ。なんでもええけどよこれクソガキや。誰こんにちは。ねえ。何やねん。まあ僕まあ今回ブレイキングダウン11で最後にしようと思って、まあ今回ねオーディション受けさせてもらったんですけども、まあまずこの企画に出ると聞かされてね、まあ俺の最後君かと。いや別に決まってないけど。決まってないけどね、うん、物足りないなと思ったけど君みたいなね勘違い坊や、うん、まだまだに来ましたね。ちゃんと喋れよ。語彙力ないじゃん。だからそうやって暴れることしかできないでしょ。でも俺お前のことめっちゃ嫌いねん、ね、うん、ホストっていう、うん、いいじゃんいいじゃん分類が、うん、僕も嫌いだよ君みたいな勘違いした18歳19歳お前みたいにな人の人生潰してるやつ。19歳がこれから出てきたら、ね、嫌なんだよ僕も、うん、で僕もね会社経営してるし、こういう19歳とかがね社会人になったらもうこの世の中終わっちゃうよね。ブレイキングダウンいろんな人見てるわけよね、うん、何を勘違いしてんのよ。敬語も使えない。君の素行の悪さ俺いろいろ知ってるよ、うん、ね何を意気がって分かんないけど女の子とかに LINE じゃないや DM ね送ったりして遊ぼうよとかって言ってんの知ってんだよ。
どこ情報か分からんけど、DM は返さんかな。うん、全然あるある、DM、キムが送ってる DM。うん。てか、なんなら逆にこっちが試合してあげるよ。なんで上からなんか分からんしな、まずお前が。うん、君と試合してあげる。ホスト嫌いなんでしょ？ホスト、どの辺が嫌いなの？何が根拠で嫌いなの？言ってみなよ。まずお前の顔と、何をしない？顔やろ、まずお前の。近いな近いな近いな髪の毛だね近いな近いな臭い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 近いな近寄るな近寄るなお前できんのじゃないか近寄るな近寄るな近寄るなあっち行けおい近寄るなって言ってんだよ分かんないよちょっと話してください面と向かって話してくださいんじゃあ何もしない何もしない何もしないお前何もしないお前そんなにしかできないかお前ダッサいなお前ダッサいなどういう過ごし方したらそんなんなんだよやりかしも来られへんのお前エビってる来いよ試合でやろ来いよ試合でやろ来いよいいよいいよりょうくんはあっちにいるんでしょうねまあ挨拶しようかなと思ってああはいまあまあでも直せそうまあなんかプラダンって言ったらいけるみたいなりょうくんああスキルやめて、スキルやめて、スキル、スキルやめて、スキルどけ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 、落ち着いて。何があったのか。こいつ俺のことガキ扱いしてんねん。マジで。いや、かわいいよ。何がムカついた。俺の頭ポンポンしてきた。かわいいから。俺、そういう感じだったね、若い時。根性があるから。ある意味でかっこいい。ただこっち向かって釣る、ね、余裕でそれがやっぱり若いから根性の方頭より超えちゃうそれかっこいい選手としていいことただ生きるためにもうちょっと根性を抑えて頭使った方がいいと思うえ次のブロックを入りください。はい、こんにちは。ご機嫌さんですよ。はい。おい、サムステル来たぞ。線路いねえの。線路いねえの、小田。おい。少年たち、少年たち、少年。少年、やめるんだ、少年。やめなさい、やめなさい。もういいんだよ、不良対不良対決だよ。変動いねえの？呼べよ。じゃあ一旦座りますか。じゃあ自己紹介お願いします。長野県から来たタクです。で前回の不良100人から1人決めるオーディションに呼んでもらったんですけど、まあ、猫かぶりすぎて自分の実力も出せなくてでそういう怒りだったりそういうのも全部ぶつけに来ましたで戦いたい相手はカズキングなんですけどお前な長野の恥なんだよなおい恥なんだよ今や切れろ切れろマジなんだよお前なあお前俺は本気で格闘技今犯罪上がりでやってんだよなあ俺もそうだ陰でやってきたお前よりお前背負ってんのもあんだよ俺じゃあ今やれよスパーリングで
ょ、ミスコン、ミスコンじゃねえよ。お前、ミス、何ミスコン、ミスコン、ミスコンと、ミスコンとやれるやついないやろうか。おー、大丈夫よ。じゃあ、極真がいいじゃん。おい、お前そんなひょろいか。お、お、お、強い強い強い、クリズモ。MMA でやれ。ほら。やるよ。やめんな、ほら。おい。できんのか、お前。おい。やれんのかよ。なんだこれ、お前。やってみろ、今から。面白いですね、こいつ。首相撲からの膝蹴り。面白いですよ。俺はもともとね、和製ディーゼルノイと言ってました。ミスコ、はい。ひな大君。ひな大君。面白いですよ。ウリタさんから選ばれました、ひな大。ありがとうございます。素晴らしいでいきます。誰か一回スパーリングしてほしいね、これ。イケメンのダリ、失礼します。じゃあ次のグループは実績豊富な強者の集まりのグループです。どうぞお入りください。腹痛腹痛うぅ腹痛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 じゃあ次のグループお願いします。俺とやれ。忘れたとは言わせねえぞ、この俺と俺の縁があんだろ、この野郎。あ、怖い。今殴ったかんな、この野郎。抑えろ、誰か。こっちもね、もしも今後ここに入っちゃったんですか。肩が消しました。肩が消しました。ちょっと医療班。ドクター。じゃあ自己紹介お願いします。東京都中央区月島から来ました、片岡蓮です。本当は樋口でやりたかったんですけど、因縁があってもう決まっちゃったみたいなんで、バチバチに喧嘩できる人とやりたいって。来いよ、ダーゴ。でも俺でやれ。あ、てめえが何て言うんだ。てめえが喧嘩売ってきたんだろ、お前。覚えてっか、お前。覚えてねえよ、誰だ。覚えてんの。てめえが喧嘩売ってきたんだ。てめえが売ってきたのか、ビビって忘れてるだけじゃねえの。お前いいよ、ちょっとごめんなさい。俺とやれ。自由にこいつ組んでください。絶対やるんで、マジで。いいっすよ、次の次でもできる。できます。いいよ。まず俺のことを思い出せ。名前、片岡蓮。なんか敵になったんだって。どこのセキュリティで。呪文字です。ちょっとじゃあ聞いとく。はい、どうお気に。大阪奥井道場のゴッドハンド奥井や。この前オーディションで大乱闘の時に、俺はなんか知らんけど後頭部どつかれた。誰やねん思て、そんなに分からんかったんやけど、むちゃくちゃで。後で映像を見たら犯人が分かりました。三河バーク、ヒロミかよ。俺ヒロミがどこおんねん、これ。おい、お前、コートもどつきやがって、お前、これ。何や、これ。誰の名前出しんだ、これ。何や。どんくんが低迷して、俺の先には疲れねえや、お前、これ。いや、お前、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 誰の名前出すんだよ、お前、お前。離せよ、俺。離せよ、俺。おら、お前。ええか、離さんけ、おら、お前。何や、俺、おら、お前。おい、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 何やこれ。てめえ、あ、なんでこれ。お前やろ、やろ、やろ、やらせろ。墓に殴られた。三河ばっかりいつまでしちゃう。おい、やっとろ、やっとろ。
こいつ芝居でついひろみが言ったろ。おい上等だ、こいつも。おい、やったろやったろ。じゃあ喧嘩上等だ、言ってもおい、やったろ、これ。前回大会に出た、西賀喜左衛門の、弟子の直です。よろしくお願いします。自分は、格闘技を最近始めて、まあまだ半年ちょっととかなんですけど、まあ本気でプロを目指して毎日練習してて、でまあその師匠に勝った細川くんとまあやらせてもらいたいなって思ってるんですけど、まあいきなり出てきた僕が急にやらせろって言っても難しいと思うんで、まあまず自分の実力をまあ証明したいなって思ってるんで、誰でもいいんで。練習来てるけどかなり強いですよ。かなり強い。半年とは思えない強さ。多分今後モデルもやってるし、見た目の花もあるし、今後強くなっていくと思うんで。気合入ってんの？当たり前や。気合見せてみろよ。何の気合？気合だよ、気合だよ。見せてみろや。何を見せんの？おい、面白くねえんだよ。戦ったら分かるやん。なあ、じゃあ何？本当に強いのか？何？おい、こうやって言ったらええんか？こうやって言ったらええんか？何で見せてみろよ。あ、本当に。こんなんやったって意味ないんじゃん。戦ったら分かるやん。戦ってこいよ。戦いで見せろや。そうやって言ってるやん。喧嘩島変わってこいや、こら。あ、来て。いいぞ、付き合いすんな、おい、こら。ロップ。なあ、誰やねん、お前。ヨーディだよ。誰やねん、お前。いいぞ、付き合いすんじゃねえか。おお、やったら。なあ、おい、やったろや、やろや。楽しみで。おお、楽しみじゃねえ、こら。いいの、殴り合いしようや。殴り合いしようや。おー、しちゃるや、これ。いや、気合入っていいね。おー、やったら。それだよ、それ。やったら。あー、いい目してるや。やろうや。なあ、やったら。大宮から来たズッケンです。どう、ちょっとあんま知らないんですけど、勝ってた人っすよね。黒石に。よし、やりましょうよ。多分、俺、他の人わかんないんで。彼とやりたいです。なんでやりたいの？なんで？いや、めっちゃいい試合してたから、暑いしやりましょう。悪いんだけど、なんか暑さ伝わんねんね。え？暑さ伝わんないんだよ。ちょっと待って、安藤さん、はじめまして。俺ミスターコンテスト世界一位なんで。俺ね、エンタメ枠とか言われてるかもしんないけど、さっきスパーリングで不良ボコって、実力でひな壇座ってんのよ、ずっとな。暴走族とかやってんだろ。うん、俺はな、お前が頑張っ、お前がブン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 やってる時な、俺ミスターコンで頑張ってきたんだよ。知らんよ。夢に向かって頑張ってきたんだよ。知らんよ。な、どうやってくるか。おい、こら、絶対交わんねえやつでさ、やれてんだよ、おめえとよ。な、おそうか。イケメンと不良でよ、どっちが強いかはっきりしろや。な、イケメンつってるけど、お前かっぱ寿司みたいな顔してるじゃないかよ。うるせえよ、この少林寺野郎がよ。おいよ、61キロ出てんだよ。だからなんだよ、お前やれよ。見えんだよ。ああ、座れお前。座れ。おい、やれ。俺とやれや。座れ。俺とやれ。座れ。絶対やれ。早く座れ。俺とやれ。なんでお興味ねっつってんだよ。だから実力あんだよ。やれよ、お前。やれよ、やれ。これやれ。お前、十分熱いぞ、この息子。てめえ、てめえ、てめえ、おい、これ上がってこ、こら。おい、やれ。おい、リングでやる。なんでお前、何が族だよ、この野郎。タイムどこやってるだけ。ボン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 やってんじゃねえ、この野郎。俺、お前興味ない。逃げんじゃねえよ。お前興味ない。逃げんじゃねえよ。皆さん、安藤逃げました。やれや。おい、お前どうすんの。いや、俺でお前安藤に逃げられたからよ。ちょっとチョコボールみたいな顔してんだよ。やろうぞ、お前。お前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 もう一回言ってみる。おい、チョコボール、もう一回。チョコボール、チョコボール、チョコボール。うわっ、やめろ、お前。あいつだ、やめろ、やめろ。おい、こら、ゲージやろうぜ。チョコボールって何だ。チョコボールだ。お前、顔蹴ってんじゃねえ、こにゃるら。俺じゃねえんだよ、それ。おい、こら、俺は蹴ってねえよ。蹴ってんじゃねえぞ、こにゃるら。おい、こにゃるら、蹴っただろ、おめえ、蹴っただろ。蹴しかしてねえ。おい、こにゃるら、蹴ってねえや。あ、蹴ってんだろ。蹴ってねえよ。おい、なんだよ、この隅や、こにゃるら。おい、絶対交わんねえ対決しようぜ。おめえみたいなやつぶっ飛ばしたかったんだよ。あ、来たもん。おう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 。お
お前試合決定な、試合決定でお前チョコボール食べんなよ、減量しろバカ。試合決定ですか。もう誰とでもいいよ。ブレイキングダウン10大宮喧嘩自慢ミドル級元代表の金森ハルトです。ライト級で今活躍してる兄がいるんですけど、兄の推薦で今来ました。で、自分兄結構面白い試合してて、弟である自分がやっぱ途中で辞退っていうことになってしまって、やっぱ悔いがあるんで、ここ自分喧嘩がしたいんで、試合はしないんで喧嘩がしたくて来てるんで、まあ、喧嘩自慢こうやって見たらもうなんか自分と対峙合うのいないんで、ね、ちょうどここ見てたらなんか喧嘩できそうなやつ、お前らの中で俺と喧嘩できるやついるんか？おめえか？な、おめえ俺とできんかとか、な、な、お前ミクルさんじゃないよ、お前喧嘩自慢だよ、な、お前喧嘩自慢なんだろ、な、俺お前しか今日見てねえんだよ、な、おい、てめえはな、おい、お前しか見てねえんだよ、な、あ？あ、おめえ弱えなお前、おいな、松井くん、松井くんちょっと、松井くん今からスパーリングできる、ウェッチーザイージー、ウェッチーザイージー、ウェッチーザイージー、会いたかったっすよ、バチバチやりますよ最初、よろしくお願いします。おい、気合入ってんのか、お前バッチリっす。おい、殴ってこんかよ、これあんたのやるためにやってきたんだ、俺は。おい、じゃあ気合入ってんねよ、よろしくお願いします。殴ってこんかよ、これずっと待ってたくよ、これいや、気合、お前、喧嘩自慢のお前地元で出てんねんぞ、お前そのお前気持ち分かってんのか。分かってます。なあ、なあ、はい、そんなやつがお前なんで敬語やねん、こら、お前リスペクトとかいらんのじゃん、喧嘩相手にリスペクトとかないやろうが。なあ、金属バットでお前後ろから頭かち割る気持ちでかかってこんかや、こら、そうやろ。それで行かしてもらいますわ。なあ、はい、お前気合入れてけよ。はい、なあ、よろしくお願いします。行きます。 お願いします。お前も男やったら気合入れてけ、はい、お願いします。なあ、分かったな。うれー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 よろしくお願いします。よっしゃ、オッケー、ほら、気合入れたら、気合入れてます、よっしゃ。おい、お前やってくれたな、こら、お前な、な、お前、解説するぞ、これ止めんだよ。はい、出せ、これお前やってくれてな、これなあ。いや、あいつこの前に豊橋の決勝戦で顔合わせした時に、あいつから先手でやってきよって、で、傷残ってるんですよ。そこの返してほんまあった時マジでやったろうと思ったら、やってくれてな、お前なあ、勝てんのか。勝てるよ、お前できんのかよ。え、できるよ。反則で来い、反則何でもしない、その前潰してるから。負けたらどうすんねん。あ、坊主にしろよ、じゃあ負けたらどうすんねん。お、言った、言ったぞ、お前しろよな。ノーガードで打ち合えよ、ノーガード打ち合えよ、逆によ。え、打ち合えよ、打ち合えねえなって。ノーガード打ち合えるよ、こっちはな。あ、やれるのかって。やれるわな。あ、やるために来てんだろ、ここに。え、かかってこい、うん、かかってこいな。あ、早いよ、これ早いよ。来い、これなあ、来い、もうリーグでやろうぜ、もう。来い、来い、褒められるから。ボンドヘッドが待ってっかんな、お前。なんすった、お前。待ってっかんな。あ、来い、これ来いよ、これなあ。おお、大輔くん、ねえ、座るよ。お？お前ちょっと口に聞かで終わらないけど、座るよ、座るよ、これ。お前何調子乗ってんの、これ。ん？おい、
ねえ、お前何調子取ってんかい。おい。ねえ。てめえ手出してやな。だからなんじゃこれ。だからね。話せよ。何調子取ってんかい。ん？わかった。弱えな。パンチ弱えなって感じです。こんなんで俺に勝てんのかな。お前それ以外で調子乗ってくんないこれは。え？お前それ以外で調子乗ってくんないよ言ってんの。なんで？それ以外で調子乗ってくんないよ言ってんのこれは。では瓜田さん呼びますね。はい。では皆さんお入りください。から教えてもらったやつ。準備できてます。あっちがすんなこの野郎。準備できてます。いやもうお前んだてめえ。準備できてます。お前出てけよ。なんだビビってんのくらい見る。お前もチャンスだからビビってんのか。もう帰る。あビビってんのか。降りてアルバートも大丈夫。オッケー。かかってこいやでめえな。全員も背水の陣というか、選ぶのも、通すのもどうしようかなっていう、もう本当にラインギリギリの状態だった。だけどこっからちょっと面白いパフォーマンス見せてもらって、その規定ライン突破すれば、まあ俺が決めんだけど、1人10秒ずつぐらいのパフォーマンスしてもらって、つまんねえやつも変えてで、面白ければ残ってオーディションに、参加できる。分かった。いいよ。大きくできる。ペーパーゴッドコナです。以前朝倉さんバハリの件すいませんでした。誰って感じだ。無茶ぶりしちゃったんだよ。バファリン渡して溝口さんにバファリン投げられた子です。頭痛がなんだかんだって絡んだやつ。ああ、中洲から来ました。カフェパーゴッドコア乗っています。ちょっと桜、お前に言いたいことがあるんだけど。はい。お前なんか平本蓮さんのこと尊敬してないらしいな。俺がちょっと平本蓮さんの魅力を教えよう。マジで面白くないですか。1つ目、平本蓮さんは頭が痛いからといって試合は切らない。2つ目、平本蓮さんはお前みたいに素人をボコらない。これ座れ。全カットで。あ、ちょうどいいんだよ。あれ、せいやいる。せいやさん、あれ、お前のボスに。お前、ミクリの中変なことやった。絡んだやつ。バファリン渡したよ。お前、調子のこと、調子止まったことやった。面白いじゃん、これ。お前おらんかったよ。俺とやるか。なやろうか。おいおいやるか。ブラッ、俺とやるか。やれよ。勝手に勝手にやるか。うん、イレブンでやっていいですか。どうする。今からやったらいいんじゃないですか。せいやと今やる。今から人生かけに来てるんで。今からやるの。いいっすか。別にいいよ。三河幕府の高江家悪魔王子です。あんま喋んのちょっと苦手なんですけど、思いっきり殴り合える人いればやりたいと思ってんで、誰かいたらよろしく。まあ俺はさ、テル君ほど礼儀正しくいけるわけじゃないけど、うん、なんか俺らが怪我してる間にオーディションの中でバチクソ暴れてたらしいやん。うん、そのポジションな、あの俺らのポジションやね、バチバチ殴るらしい。どんなポジションや、うん、こら暴れまくるポジションじゃ、こらなんだこらなんだこらなんだお前、なんやこら、昔からこのポジションだよ、この野郎。暴れろよ、ヒロさん、ヒロさん、来いよ、じゃあ暴れてみろ、来いよ。
あ、出ちゃっていいの？あ、これいいよ。待てって、ちょっと俺にやらせて。早く出せよ。怪我しないような。何がレジェンドじゃこれ。お前ほんまにレジェンドやったな。お前レジェンドやったら、レジェンドやったら今更プロ格闘になっとるやんけ。これ頭くんだこの野郎、おめえな。あ、やんのか。やろうか、ほんだか。やんのかよ。いいよ、まわりどけどけ。なんてやるよ、おめえ。ただマジに狙え。ほんと待ってきた。え、マジに狙え。あったまってきちゃったよ、こっちは。千葉の行手から来ました。あの男塾っていうチームの代表やってます、前田島です。まあ、27から始めて格闘技で出会って、まあ、北海道から沖縄まで全国の大会出させてもらって、まあ、人より多く戦ってきました。よろしくお願いします。本当にあの知らないやついないですよ。もうあの僕ら不良の世界でも地下の世界でも本当に知らないやついないです。ちょっといいですか。僕もこれ育てて、いつまでもザッパ相手やるつもりはないんで。まあ、正直運営とかここにいるひな壇とかも俺のことアホにしてるの知ってるんですよ。だからここで本物勝って僕の本物の喧嘩教えてください。申し訳ないです。彼が誰か分かんないんですけど、今ね、ブレイキング結構バズってるよ。あ、そうなんだ。井上くんだよ。井上くんだよ。見たことないか分かんないけど、喧嘩教えてくれよ。分からしてやるよ。いや、喧嘩してやるよ。持ってやるよ。でも、なんだよ。おい、俺も本当に喧嘩教えてくれ。教えてやるよ、俺。あ、大丈夫ね。え、来いよ、来いよ。俺、おっさんだから待ってない。先に行ってください。あ、来いよ。優しい。俺もいつまでもよ、ザコ相手やるつもりないんだよ、本当に。ここに出つもり、いつまでも出るつもりも出てた。ここで、ここで、ここで本物食ったら文句ねえだろ。なあ、ここで本物食ったら文句ねえだろって。ここ決定でいいすか。あれ、前田島純は300戦ぐらいやってるよね。もう近いです。関係ないっすよ。喧嘩にどんだけ試合やってきたとか関係ないんで。全然俺は構わない。もう決定で。決定しちゃってください。自分と間宮明人って言います。まあ、地下格から言ったら50戦45勝ぐらいはしてますかね。ちなみに監督ごめんなさい、あとサップ君にもあのトーナメント、つわものっていうトーナメントでやらせてもらって、16人トーナメント一番最後サップ君と当ててもらって勝たせてもらって優勝してもらってます。すいません、監督。顔面バラバラにされました。誰でもかかってきてもらっても大丈夫かなと思います。じゃあいいじゃん、お前もレジェンドだな。レジェンドだよ。なんかお前あれやな、クソもダサいし、なんか三冠の父さんみたいな格好してだろ。だから、ねえ、まあ、俺がやったろ、お前誰？名前なんつうの？ラージハイじゃん、お前も誰やねん。ラージハイじゃん、お前も誰やねん。マミヤっての言ったろ、ちゃんと覚えてるから、ボーゲン。もう頑張ってんじゃん。噛みつく相手が変わる。もっとおしゃべりにしろ、お前。あ、なこれ、ジリジリ。でも、あったでボケ。死ぬ、これ。記者にじゃ悪い。おめえだ、これ。いきなり、なんだ、お前。あ、お前、やったくりでね。あ、ジリジリ。九州喧嘩自慢の一輝です。ちょっと今回、僕、やりたい相手がいて、で、あの、地下学のレジェンドって言われてる、チャウンさんと僕やりたいんで、もしよかったら僕とやってくれませんか。いいんですか。
ちょっと一回自己紹介して誰かわかんないんで。関西から来たチャンです。今回選んでくれてありがとうございます。上田さん久しぶりです。チャンはよく知ってます。こんな日来る思えへんかったけど、まあ、逆にこんな日来る待ってました。で、まあ、自分リスペクトしてて、ひな壇に。マキーザ、お前俺待ってたよ。お前花あるし、俺とやろうや。やります？うん、やろう。おもろい試合やるわ。いや、俺じゃやりましょうよ。あ、これ。やるじゃん、お前。おぉ、一流でやるじゃん。おい、これ。お前俺とできんの？おぉ、できるやったぜ。やるじゃん、これ。おぉ、一流でやる、来ちゃえ。おい、一気俺とやるぜ。ミスターコン世界チャンピオンでもやろう、おい。俺があと30秒出なかったらお前じゃってるけ。俺、冗談聞かんの。お前殺すな、お前。お前、譲れないぞ、お前。おい、やめたら、伝えたら。ポラムさん。この花ある兄ちゃん。誰か分からへんすけど、やらしてもらっていいですか。スパーリングできます、今から。はい、大丈夫ですか。誰とですか。大阪みなみから来たポーカーの大師で今一番強いって呼ばれてる令和の信長じゃん。ちょうどホストなんか余ってるみたいだからさ、ホストンちょうどフェイスオフしようや。勝てるかお前俺に。おい、勝てるかお前ちゃうやろ、覇気が。おい、覇気がちゃうやろ。おい、何しとんじゃん。おら、何それしとんじゃん、おれ。おー、こりゃ、悪い。お前、ええねん。おー、こりゃ。何だ、たがんぞ、こりゃ。ええねん、お前、こりゃ。お前、誰やん。ちゃうねん、こりゃ。おお前がちゃうねん。お前、どうだ、ちゃうねん。なおい、金髪同士、俺とやるか。もう、ええねん。ほっとけ。じゃ、おれ。ほっとけや、お前。こりゃ。おい、ザコ、こら。おい、ザコ、何しとるんじゃ、これ。一回座ってくれる？多めやるか、俺と。やろうや。ここいいっすか、スパーリングして。あ、いいっすよ。東北最南端福島の小名浜通読からこんにちは、ダゾーです。よろしくお願いします。屈折20年自分の活動をやってきてます。音楽だったり俳優だったりやってます。やっとこのブレイキングダウンというところでちょこっと名前が出ました。喧嘩自慢つってね、いろんな喧嘩自慢いますけど、喧嘩の先何見てんのってところは俺聞きたいです。喧嘩の先、俺は地元でこんな柄ですけども、中学生と女の子グループ、ご当地ユニット組んで、そいつらのために、俺が見れなかった景色見れるように街の中でイベントやってます。で、まあ、ここの巻き居酒屋いいんだけどね、暇そうじゃん。うん、暇やってもいいよ。いや、全部いいよ。なんかやれねえ雰囲気作んなよ。んやれねえ雰囲気作んなよ。いきなりかかんなよ。やれねえだぞ、ねえか。あ、おい、無駄に揉めてんじゃねえ、この野郎。無駄なんだ。おい、マジだよ。おい、一発もらってんだって今。ああ、一発もらいましたね。やらせてくださいよ。倒れなかったな。ああ、あ、男だ、この野郎。余裕だよ、お前。温泉でやらせろ、この野郎。いいよ、温泉とかいちいち。温泉でやらせろっつってんだ、この野郎。ああ、上が決めることだろ。何回出てんだ、この野郎。じゃあそこ、今戦いますか。今日戦います。じゃあ、ダツオとマキ君でここで。伊原龍太郎です。僕のための大会、僕のバンタム級のチャンピオンベルトだと思ってるんで、別に誰相手でもいいです。僕は多分ダンチメンも富澤も多分俺とやりたいって先に言ってるんで、別にどっちでも大丈夫です。ただ富澤の方が僕は強いと思ってるんで。おい、お前勘違いすんなよ。まあ富澤と、ちょ、俺の話しちゃって、俺の話しちゃって黙っとけな。お前のためのトーナメントじゃねえんだよ。黙れ、おい、黙れ、こらてめえよ。お前、俺とやりたいだけだろ、お前。なあ、やりたいだけだろ。お前が俺とやりてんだろな、これ。あ、だからいいよ。俺はお前とやりたいけど、お前もやりてんだろ、俺と。絡んできやがってよ、この野郎。やるか、じゃあ。何様つもりだ、お前、これ。うるせえ、お前。誰だよ、お前。何様って、お前。俺に手出したね、とか言って、わけのわかんないこと言って、お前。お前、誰なの、まず、お前。お前、舐めてんな。お前、ただの、お前、エセ格闘家じゃねえか、お前。おい、お前、マジ舐めてんな、こら。舐めていいよ。分からしてやるか、お前。舐めてやるか。なあ。やる？おい、やる？人が来てね。やる？恥かかしやっから。黙れ、てめえで恥かくの。ボケ。つけんだよ、てめえ。同じ話つけんだよ。
どうですか、CEO。 そうだね、まあ、こんだけ井原君と富澤君揉めてるんで、じゃあ組み直しますか。全然僕は何でも大丈夫です。僕もこいつが万全な状態でやりたいんで、ここでもし何か怪我でもされたら困るんで、僕とお前なんか怪我してても負けねえ。一番最初にやれれば、まあ視聴者が求めてる風な形が一番いいと思うんで、じゃあ組み直しますか。うん、近いからそれ気持ち悪い。俺を選んだってことは何？同じレベルって思った？まあ余裕かな。あ？お前にごときでそんな強くなったの？めちゃめちゃ強いよ。めちゃくちゃ強い。私だけじゃなくて随分調子乗ってるね。見たでしょ、ナインの KO。 いや悪いけど全然見てないわ。見た方がいいよ、ちゃんと学習した方がいい。あ、そう。うん、じゃあやるか。ああ、やるか。やろうか、じゃあ。ああ、ああ、その目つきや。なんだよ。うわ、え、なんだこれ、やばい。お前逃げてんじゃねえよ、ほら。あ？お前逃げてんじゃねえよ。めっちゃ逃げてんじゃねえよ。あ？ちょっとそれは一回しまおう。またな、当日だ。マジ本物だったと思ったさ。おい、ほれ、サイト。おい、何だこれ、聞いてんじゃねえぞ。おい、座れよ、俺。あったじゃねえよ。やべえ。疲れたわ。踏んじゃり返ってんじゃねえぞ。なんだよ、てめえ。意気込みは。意気込みはじゃねえ。おい。はい。はい。はい、勝っただろ？はい。はい。なんか勝っただよ。待ちー、一日な、これで。マジの話、これブレイキダウンのこと関係なしてマジの話、はい、そういう住人がお前やっちゃったんじゃない？ああ、やりました。はい、それで俺の知り合いんだよ。マジでちょっとムカついて。いや、ちょっとすいません。いや、多分人違いです。違いない。いや、仙台でしょ。いや、仙台です。はい、うん、いつぐらい？
5、6年前ぐらいっすね。でしょ、はい、ちょうどそのみんな怪我したんだよ。今日もちょっと結論取りたいな。ちょっと自分が10年分がやりますかなと思って、10人に気に10年分やるかなと思って。いや、なんでこのグループにいるんですか。いや、本当だよ、うん、マジですか。本当マジだよ、これ関係ないよ。仕切りで来たら俺がぶっ飛ばすから。俺のこと知ってる。いや、俺は知らないです。知らない、失礼な、はい、お前もう失礼ことも始まってるんだよ、どんどんね。はい、どうする。どうしますか。どうする。あ、どうする。あ、どうします。あ、どうする、どうする。その頃かどうする。あ、うわー、いってぇ。取り前よ、10人分やるから、それ1人分ですよ。マジかよ、あともう1回か。いや、待て、ちょっとあと9人分だよ。いや、待て、マジだ。まあ、8人。おぉ、待て、8人。マジで痛いって。8人。いって。いいよ、7人。うぅ、いって。6人。マジで痛いって。どうするごめんなさい、すいません。申し訳ないです。なんでやってるの、それ。すいません。謝れ。申し訳ないです。すいません。冗談。失礼します。冗談。マウスピースつけてくれよかった。冗談。で、マジで、本当にいて。めっちゃ強くない。